桜井市のふるさと納税の返礼品で優れた取り組みを行っている事業者を表彰する式典が今日市役所で行われました。桜井市には全国から4年連続で2億円を超える寄付金が寄せられているといいます。この表彰では今回返礼品で優れた取り組みを行っている3つの事業者が選ばれました。このうち最優秀にあたる桜井市長賞を受賞したのは、懐石料理などで知られる三輪赤羽で西京漬けセットが人気の返礼品だといいます。最強の西京焼きなので、ぜひ皆さんに食べていただきたいかなと思います。このほか桜井市商工会会長賞には箸墓古墳などをモチーフにしたクッションを手掛ける宇宙椅子が、桜井まちづくり株式会社社長賞には三輪メダカが選ばれました。いい眠りについていただきたいですね。桜井市に来てもらってメダカと歴史を学んでいただけたらなと思います。事業者の皆さんの熱い思い、そしてそのこだわり、そして気持ちがこれにつながっているのかな、そのように思っております。市では今後もふるさと納税で市内を盛り上げる取り組みを行っていきたいとしています。